よし、起動できたぞ。来た来た、よし、全力でやるぞ。みんな、頑張ってね、うん、はい、頑張ります。ねえねえ、みんなはどのキャラにする？どうしよっかな。俺はその魚王子で。前もそうだったよな。ああ、見た目が気に入っているんだ。へえ、ちょっと意外。あ、お、その子にするの？可愛いなと思って。確かに。じゃあこの子で。いいね。シリーズのマスコット的なキャラだな。そうなんだ。あんちゃんはどの子にするの？この子が気になってるかも。元気な感じがあんちゃんっぽいね。そう、じゃあ決めちゃおっと。アキトは？俺は前に使ってたキャラにしとくか。誰？セゾだな。左端の上から3番目。うん、オッケー。この子？あ、かっこいいね。適当に選んだだけだけどな。とりあえず積んどこっかな。雨がぷよぷよ。はい、同じ色のぷよを4つつなげると消えます。つか、先にレーサーを出せた方が有利なのか。相手にプレッシャーをかけられるという意味では。ああ、先に攻められると焦っちゃうもんね。確かに。だが、やはり連鎖数が一番大事だと思う。結局連鎖数か。そろそろバーっていっちゃうよ。これでどうだ。白石が来そうだぞ。よし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 。今の見た？すごくない？まあ、ラッキーだったな。頭脳プレイだから、頭脳。調子のんな。決まっちゃったかな。やった、私の勝ちだね。ちょっと、なかなかだな。実は練習しておいたんだ。遊びでも負けず嫌いだな。アキトに言われたくないんですけど。ははは、いい勝負だったね。はい、じゃあ次はアキト、どうぞ。俺？みんなでやらなきゃでしょ。なんだよその顔。まあいいけど。では、次はアキトとアズサワだな。お手柔らかに。頑張って。おう。どんな勝負になるのかな。スタート。やってやる。さーて、アキト君は上手いんだよね。いや、そこまでは。トウヤと違ってあんまやらねえしな。アキトは筋がいいから練習すれば上手くなると思う。そうかよ。でも私と小羽も上手いと思わない？そうだな、白石もアズサワももっと上手くなれる。でしょでしょ、頑張ろう小羽。うん、まあやるからには負けねえけどな。私も。あれ、小羽、レサは？あ、消せるの消そうかなって。いきなり速攻がうまくいったようだな。上にいっぱい溜まってる。うわー、粘って。まだ全部落ちてない。うっそー。埋まってる。厳しそうだな。頑張れ頑張れ。これは、手は抜かねえぞ。小羽、これは決まったか。よし、とりあえず一勝だな。なんか悔しい。いい攻めだったな。しののめくん強かったね。容赦なかったよね。速攻決めねえと危なそうだったしな。次どうする？私が小羽の仇を取る。もうかかってこい。盛り上がってきたな。応援するね。ありがとう小羽。積むスピードも大事なの？そうだな、早くたくさん積むのもコツの一つだ。トウヤは結構早いよな。そうだろうか。前見た時、本当に考えてるのかってくらい早かった。実はトウヤも直感派とか。なわけねえだろ。これでどう？2連鎖なんともねえな。効かなかったな。ダメか。行くぞ。3連鎖、いやいや、総裁総裁。あ、お邪魔ぷよ。被害は最小限。こっからこっから。お、これでいけそう。どう？すごい。流れも良かったな。おいおい、そこに落ちるのかよ。よしよしよし。嫌なところに。五分五分だな。どっちが次に仕掛けるか。ああ、一手一手が大事だな。そうだよね。ここから通すかな。何よ。これをこっちに。ここをこうして。アキト、もう少し連鎖を組んだ方が。短い連鎖なら出るんだけどな。それが邪魔なんだけど。邪魔したくてやってるからな。もう結構やるじゃねえか。そっちもね。あ、ちゃんと減ってるね。なんとかね。アキトはどうするんだ。一応考えてる。あれあれ、シノノメくん、なんだか埋まってきてる。なになに、もしかしてめっちゃ連鎖考えてない？まあな。絶対させないから。さっきからずっと2連鎖してるね。大連鎖は無理でもこれぐらいはな。また2連鎖？私なら焦っちゃうぞ。ちょっと
まだまだここで決める気だな。かなり押してきたぞ。ちま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 。言ってろ。結構埋まってきたね。意地悪なことするな。勝負なんて厳しそうだな。攻め方がやらしい。こういうのは苦手そうだな。細かい作業でせかされたりとか。それはあるかも。わかりやすいな。アキトのプレイスタイルと相性が悪いかもしれない。そうだね。まだ次消せるのは。少しずつ攻撃が響いてきたようです。これで決めるぞ。おう、勝負あったな。悔しい。ま、こっちも余裕なかったけどな。でも負けちゃったし。あんちゃん元気出して。じゃあ次はトーヤくんかな。いや俺は。トーヤだけやらないのは寂しくない。まあやらねえのはなしだろう。私も挑戦してみたいな。みんな分かった、やろう。そう来なくちゃ。いいね。順番は私が行くよ。オッケー。気合い入れてけよ。あ、俺も。こっちまで緊張してきた。まあ気持ちはわかる。そんなに固くならないでくれ。アズソワも楽しくプレイしてほしい。うん。まあ見たまれちゃうよね。ですよね。でもやるならやっぱり勝ちたいな。いいじゃん。そういう気持ちは大事かも。いい感じじゃない。いやこれくらいじゃ足りねえな。次はこっちを。そうかな。こうしてこうかな。いい調子じゃねえか。今攻めたらいけるんじゃない。いけるかな。いけるいける。急いだ方がいいぞ。ああ俺もそう思う。どういう意味。言うじゃねえか。分かんないけど急ごう。うん。あ、短い連鎖しかない。おお、短いのでも十分だよ。まあ、よい。悪いな。本気で言ってる。まだ続くの。おい、怪我かわったけど。やばいやばいやばい、逃げて。どこに。どっかに。無茶言うなよ。いっぱい来た。決まったな。さすがだな。何今の。今の狙ってやったの。はい、頑張りました。相変わらずすげえな。これはもう全力でやるしかないね。今までも全力だっただろう。では次は白石だな。頑張ってね。うん。俺も気を引き締めないとな。お前はいいだろ。でも本当にすごいね。なんでこんなに強いの。短い時間で計算して積むのがうまいんだろうな。確かにそうだね。計算してか。慣れれば簡単だぞ。あ、連鎖が出たよ。もう少し攻めた方がいいな。ダメか。いや、いい攻撃だ。余裕そう。右に集めてるね。とりあえず高く積もった。カエル積みか。カエル？あまり考えなくても連鎖が起きる積み方だ。運頼りじゃねえか、完全に。運も実力のうち。なるほど。なんか来て。全然連鎖にならないね。ダメか。なんか来て。不発だったな。運頼みだからな。もう。つうか。トーヤ積みすぎじゃねえか。そうか。確かに。あ、本当だ。いけるよ。そうだよね。これでどう。お邪魔ぷよ。どう、邪魔できそう。どこに落ちる。止めたよ。いや、まだこじ開けてくるぞ。じゃあもう一発。これなら操作してる。絶妙すぎんだろ。これでいけるな。やべ、何なんか来てるよね。ねえちょっと、嘘必殺技が止まらないんだけど。すごい、おいおいおい、11連鎖だ。11連鎖どういうこと。すげえな。もう勝てるわけないじゃん。見せつけやがって。アキトはどうする。やるか。あ、頑張ってアキト君。少しぐらいは食らいつかねえと。ああ、俺も全力でやる。頑張って。でもさっきの連鎖を狙ってできるとなると。やっぱ厳しいよね。でも勝つつもりでやらないと。分かってる。最初から諦めてたらトーヤもつまんねえだろうからな。だね。アキト、アキト、速攻だよ速攻。はいはい、よし。熱い勝負になりそうだね。ですね。どうなるんだろう。いい感じだ。ちょっとアキト、トーヤ
ゃすごい連鎖来そうなんだけど。うるせえな。何か作戦があるのかも。なんだよ。いや、こうしてみんなでゲームをするのは楽しいなと思ったんだ。余裕見せやがって。まあいいけどよ。だったらこれはどうだ。よいぞ、ドロヘイズマッシュ。うわ、まだだ。そうこなくても。危なかった。でもこれ結構きつくない？早くお邪魔ぷよを消さないと。急いで。分かってる。分かってないじゃん。上の方だと難しいんだよ。あんちゃん、応援応援。そうだった。どんまい。ったく、よかった、ちょっと立て直せてる。やるな。でもトーヤが何か狙ってるような。それなら始まっちゃった。絶対やばい、絶対やばいって。うるせえって。総裁総裁、今やってんだよ。全然足りないって。おいおい、ちょっと待てって。どういうこと。うまくいったな。11連鎖だ。また11連鎖。嘘だろ。ここまで伸ばせてよかった。くそ、ダメだった。本当だね。悪い、あんま相手にならなかったよな。いや、本当に楽しかった。ただ、俺がみんなを楽しませることができたか。ったく、そんなの楽しかったに決まってるじゃん。連鎖とか駆け引きとかすごかったもんね。まあ、見てるだけでもすげえってわかるからな。次はもっと練習して勝つから。私も。厳しいんじゃねえか。わかんないじゃん。ねえねえトーヤ、連鎖のコツ教えてよ。俺も気になる。あ、もちろん構わない。プレイしながら説明しよう。やったー。私もう一回対戦してもいいかな。あ、今度は僕も。いいですね。ではみんなでまたやりましょう。次は負けねえぞ。